皆さんごきげんよう。今日は手作り味噌を作ります。麹と大豆が1対1の江戸味噌を作ります。材料は大豆2キロ、麹2キロ、塩800グラムです。麹は米麹を使います。今日は北海道産の大豆を使います。大豆は大きなお鍋に入れてよく洗います。江戸味噌の甘口は大豆1、米麹1、塩 0.4 の配合で作ります。洗った大豆は 2、3 倍の水を入れて一晩置きます。一晩ふやかした大豆を圧力釜で20分煮ます。一晩置いたらこんなに大きくなりました。一晩ふやかした大豆はきれいに洗ってざるにあげます。圧力釜に3分の1の量の大豆を入れます。大豆に水がかぶるくらいの水を入れます。圧力釜で初め強火にし、シューッといったら弱火で20分蒸らします。大豆を蒸らしている間に麹と塩を混ぜます。大きな容器に麹と塩を入れよく混ぜます。お塩は精製塩でなく自然塩を使います。麹や塩に塊があったら潰しておきましょう。このように麹と塩を混ぜたものを塩切り麹と言います。それではこれから蒸し上がった大豆を潰していきましょう。圧力釜で20分蒸らした大豆です。柔らかそうに茹だっていますね。指で簡単に潰れる状態になっています。これはとても大事なことです。柔らかくなった大豆をざるにあげ、煮汁は取っておきます。お豆を潰していく方法は2通りあります。1つはすり鉢に入れて潰す方法です。大豆は親指と小指で挟んで潰してみると簡単に潰れるくらいの柔らかさがベストです。すりこぎでペースト状になるまで潰します。ミンチの機械で潰すこともできますが、後のお掃除も大変なので今日はすり鉢ですります。一番のコツはお豆を柔らかく茹でておくことが一番だと思います。こんな感じになったら完成です。
次に2つ目はビニール袋に入れて潰す方法です。お豆をビニール袋に入れて手で触れる温度になったら指で潰していきます。このようにペースト状にします。指で潰していると大変なので綿棒で叩いて潰してもいいでしょう。ペースト状にできたので完成です。それでは次にペースト状の大豆と塩切り麹を混ぜます。ペースト状の茹でた大豆です。これが塩切り麹です。ペースト状の大豆を入れます。大豆ペーストと塩切り麹をよく混ぜます。量が多いので結構力がいりますね。よく混ざりました。まだ硬いので煮汁を入れて味噌のように柔らかくします。煮汁を入れています。よく混ぜましたが、まだ硬いようなので、さらに煮汁を入れます。よく混ぜます。ちょうど良い柔らかさになりました。今度はこのように空気を抜いて丸めて味噌玉を作ります。お味噌を上手に発酵させるには、味噌玉の中に空気が入っていたら上手に出来上がりません。たくさんの味噌玉ができました。亀などの容器を用意して、大きなビニール袋を入れ、味噌玉を詰めます。
かめにビニール袋を入れます。空気が入らないように味噌玉を詰めます。どんどん詰めていきます。ぎゅぎゅっと詰めます。空気を抜きます。しっかりと詰めることができました。表面に適量の塩で蓋をします。結構塩の量を使います。ビニール袋内の空気を抜いて味噌に密着させます。これから先2つの作り方があります。1つ目は押し蓋をする方法。その上に重しをします。仕込みの完成です。冬は6ヶ月、夏は3ヶ月で出来上がります。途中1回天地返しをします。2つ目の方法は塩の蓋の上にラップを貼ります。ラップを密着させます。この場合天地返しはしません。包装紙で蓋をします。紐で縛ります。蓋をして熟成を待ちます。今日はご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。では次回まで皆さんごきげんよう。